名著堂盆病開館参道第一、無料受動参道にある池北牧石使用の石灯籠大屋盆病は、京都府京都市東山区にある浄土、新州本願寺派の宗祖神覧の墓所である。通称は、西大屋。大谷盆病は、日の誕生院、各坊と共に、宗教法人本願寺が所有する、飛び地形大建物である。大谷盆病は、1272年に、 東山大谷の地に混流された、親蘭の平等である、大谷平等に由来する。江戸幕府は、西本願寺、第十二世の順序時代の1603年に、地温院の拡張造営に際して、大谷本願寺や土地の代替地として、周祖親蘭が、ダビに付された、鳥辺野の南の辺、縁人指示と伝わる、小ダビ所に隣接する現在地を与えた。大谷本への納骨は、 祖断納骨、無料児童納骨、墓地納骨の三種類の方法がある。発脚後は、井上願が一なる人物によって、祖奮が守護され、大谷道場と称した。1600年、地温院拡張造営に先立ち、大谷道場の御堂は、教女の命によって有形が、四条富の工事に移し、徳政理事寺となる。鳥部さんの寺地廃領後、全領は、 大谷道場を改めて、勝久寺を創建する。旧地には、地温院達中、高市大院が混流される。地温院の作事奉行の一人である、勝誉れ道勢によって、祖父遺跡が残される。その後、勝久寺は、西本願寺の親蘭病所として整備され、大谷本病となる。ありがとうございます。